ナンシー・カートライトはアメリカ合衆国の女優、声優。カートライトはオハイオ州デートンでフランク・カートライトとミリアム・カートライトの娘として生まれた。ケタリング・フェールマント・ハイスクールを卒業したナンシーはオハイオ大学に入学した後 UCLA に転学して演劇の学位を取った。カートライトはヨギベアやチンケン。 ハックル、スナグルプスを演じたドーズバトラーの生徒であり、彼女は、自伝の中で、死や友人と同じようにバトラーについても言及している。ザ・シンプソンズ放送以前には、テレビアニメファンタスティックマックスで、FX という緑色のエリアンを演じた。カートライトは、テレビアニメ、ザ・シンプソンズにおいて1987年から、バート・シンプソンやネルソン・マンツ。 フフラランーーーーーススルフウィグムカーニーデータベースなどの声を担当している当初、カートライトは、バートではなくリサのオーディションに応募していたが、彼女の声が、リサよりもバートに向いているとされ、原作者のマット・グレーニングは彼女に、バートのセリフを言わせた上で、バート役に採用した。バートのイートマイショーツというセリフは、彼女に、 高校時代に所属していたマーチングバンド部での出来事から来ている。なお、カートライトはメインキャストの中でちゃんとした声優の修行を積んだ人物である。1998年までカートライトは1話につき3万ドルをもらっていた。ある時、彼女を含む主要キャストがフォックス放送に自分たちを交板させる用意はできていると脅された。 1998年から2004年の間に、この騒動が収まった時には、1話ごとに12万5000ドルが支払われていた。2004年、声優たちが1話ごとに36万ドル支払うことを要求して、意図的に、ザ・シンプソンズでの打ち合わせに参加しなかったことがあった。1ヶ月後にこの問題は解決され、現在カートライトには1話ごとに40万ドルが、 支払われている。カートライトは、ザ・シンプソンズだけでなく、キム・ポッシブル、ラグラッツ、ラグラッツ・ザ・ティーンズ、ザ・リプレイス・大人取り替え作戦、リッチー・リッチ、アニマニアックス、パパは、グーフィー、マイ・リトル・ポニー、ザ・クリティック、ゴッド、ザ・デビル・ボブ、マイク、ルー・オージー、パウンド・パピーズ、シュノークス、ギャラクシー・ハイ・スクールといった作品に出演しており、 チャック・ジョーンズの遺作、ティンバー・ウルフにも出演しただけでなく、人気シンジゲートアニメウェイサイドでは、ミセス・ジュールズ、ダナ、モレヒャー、ネズミのサミーの4役を演じた。俳優業では、チアーズ、フェーム、エンプティー・ネスト、ザ・フレッシュ・プリンス・オブ・ベル、エアー、トワイライト・ゾーン、超次元の体験、フレッシュ・アンド・ブラッド、ゴジラなどといった作品に出演し、テレビ映画、 マリアン・ローズ・ホワイトでは主役を演じた。最近は24、24- の第6シーズンでジニー・タイラーを演じた。ジデン・マイ・ライフ・アズ・エーテン・イヤー・オールド・ボーイにはザ・シンプソンズの舞台裏が明かされている。この本の舞台版がエディンバラフェスティバル・フリンジで上演されたがあまり広く受け入れられなかった。バート・シンプソニアクの声優として 1992年に、不良少女、リサという会の演技が評され1992年に、プライムタイムエミリー賞ボイスオーバーパフォーマンス賞を1995年に、アニー賞、声優賞をそれぞれ受賞した。カートライトの制作会社、スポーツブラストとその提携企業、ターナースポーツイントラクティブは、ヒューストン映画祭において、 オリジナルシリーズザ・ケリーズ・でシルバー賞を受賞した。2005年、カートライトはカリフォルニア州ロサンゼルス郊外にあるノースリッチの名誉市長に選ばれた。1988年、カートライトは作家オーレン・マーフィーと結婚し、二人の子供を設けたが、2005年に離婚した。彼女は1989年にチャーチオブ・サイエントロジーに入信して以来、 チャーチオブ、サイエントロジーの信者である。1991年にはクリアーになった。2007年、自分が1年間に稼ぐ金額の2倍である1000万ドルを、教団に寄付したということで、サイエントロジー、エスパトロン・ロリオット・アワードに選ばれた。カートライトは、フェーマス・フォン・フレンズや、メイク・アウィッシュ、幸せへの道教会といった、非営利団体の支援を行っている。 また、サイエントロジー参加の団体で、より良い家庭を作るためにある NPO である、ハッピーハウスの共同設立者にして、アセファ、ハリウッズアニメーションアーカイブプロジェクトの共賛者でも、ある。2007年9月には、シグニフィカントコミットメントツーザミッションオブザメイク、A、ウィッシュファンデーションオブグレーターロサンゼルス、ということで、メイク A、ウィッシュファンデーション、 エソイッシュアイコンアワードを受賞した。カートライトは、ストックカードライバーとしても知られており、ナスカールの運転免許を取ろうと一生懸命になっている。ありがとうございます。